こんにちは、花よるまさん。今回はね、お金のことをお話しました。花よるまさんね、文言としては2つの回答のうち後者の方が正解に近いですけども、意味は全く違うんで、まずまあ聞いてください。例えば私がね、久保さんと300万ほど都合つきませんか、貸してもらえませんかと言われた時、どう返事するか。まずはいいよと答えます。お金貸しますよ、答えますね。そしたらその方はありがとうと言いますよね。まあ300万全部は貸せないんで、はい、4000円どうぞって感じですね。これが私の回答です。どうですかね。その方は私が丸々貸してくれると思って頼んでくるんでしょうけども、私としてはお金っていうのは貸すのとあげるのと同じだと思ってるんですよ。だから4000円がもしね返ってこなくても、まああげたもんだからいいよっていう考えです。ただあなたに5000円はあげた気になれないと、それほどの値打ちはないというお話をしますね。いや、お金を貸してっていうぐらいなら、何かをするから都合してくださいとかね、この商品を買ってくださいぐらいのことは言えないのかなと。まあ、例えば久保さんがお困りのあの件、私が解決するための人を都合します。ですからその引き換えに300万いかがでしょうか。いやいや、500万だっていいですよ。まあそういうふうに切り込んでくれればいいかなと思うんですよね。で、何も差し出さずに簡単なお願いだけで300万にしても10万にしても、まあ、手に入れようというね考えが、まあ、ちょっと私に対してはないかなと思いますね。私がどういう人間か分かっていればそんな言葉にはならないと思うんですよ。そしてこれはですね、花屋の龍馬さんをはじめとする他の人にも一つの考え方としてお伝えしたいんですけども、お金を貸してくださいと言われたら、まあ貸してあげてください。ただし金額はこちらで決めさせてもらう。つまり10万貸してくださいと言われても、いいよ、300円なら貸してあげる、500円なら貸してあげる、このぐらいだったら貸せますよね。どうですかね。それで難癖つけて、いやいや10万が欲しいんだよっていう方には貸す必要ないんじゃないですか。うん、全く貸さないと言ってないでしょ。どういうことだと。貸してあげるって言ったのに文句あるのかって話ですよね。うん、もし10万円と言って満額貸してほしいんだったら、じゃあそれなりにやることがあるでしょって話なんですよ。例えばただ10万円貸してくれじゃなくて、返済期限はいつなのか、どういう形で返すのか、いつ頃から返し始めるのか、最低このぐらいはですね、まあ、台帳に載せて書類を持ってきて、返済計画ですと、まあ何に使うか聞かないでください。10万円、まあ、300万でもいいですよ、300万貸してもらえませんかというふうなね、返済計画とセットは私当たり前の話だと思いますよ。それもなしに口約束で10万貸してくれ、300万貸してくれという人間が、まあいてはいけないかなと思いますね。それほどの仲かと思いますよね。でもう一個ね、言わせていただければ、まあ堂々とね借りに来てほしいんですよ。で私にお金を借りたい人がいるとして、その人がね私との関係をそれほどまでに自信を持っているんだったら、私は何百万だろうがスッと渡して特に返済を求めません。そういう中の人って私には何人かいます。でもその何人かのうちの他の人だったら、まあさっきみたいな答えになりますね。逆にお金に苦しんでることが分かったら、なんで俺に貸せと言わないんだ、出せと言わないんだと怒るかもしれないですね。それほどの信頼関係があるのにお前は感じてなかったのか、俺たちの付き合いはどんなもんだっていうふうに怒ったかもしれないですね。だから私はね、貸したくてしょうがない人、いやもっと言ったらあげたくてしょうがない人もいるんですよ。でもそうじゃない人もいます。そういう人からのお申し出には、いいよ、じゃあ500円ねっていう返事になります。でも私は普段からこの人が困った時には身を裂いてでも飛び込んでやろうという人がいます。何人かいます。そういう人からのお申し出は、お金を貸してくれるのかと言った瞬間に通帳と印鑑を渡す勢いで自由にやってくれと、返済は求めない、うまくいったらまあ返してもらえばいい、そうじゃなかったら一心同体だ、お前の結果は俺の結果だっていうことをね言わせてもらいますね。だからそういう中を普段から作っているかってことなんですよ。作ってないのにとんずらできそうな人に金貸してくださいというところでね、もうすでに私とはもう合わないんじゃないかなと思うんですよね。
ということでね、今回の返信ですけども、まあ、まとめるとお金貸してくれって言われたら満額貸さないというのが、ね、答えですね。じゃあ1000円ね、じゃあ500円ね、じゃあ3000円貸してあげる、これはみんな言えるでしょう。そしてお金を借りたい人の反応を見てください。きっとお互いそんな関係じゃなかったよねってことが分かって、そこで関係は終了すると思います。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。